投手方向入れ替えまして、これより第4クォーターに入ります。その差1点、現時点その1点有利な形になっております。翔英の攻撃となります。翔英自陣44ヤードからサーラウン残り1ヤード。さあここでフルバックのダイオクゼーラが審判の判定を待ちます。更新ファースター、翔英中央へのダイブプレーで1ヤードを取りまして攻撃権更新としました。翔英ファースターです。翔英自陣45ヤードからファースター運転、この位置から1回目の攻撃に入ります。判断でのヒットでした。翔英セカンドアウト、ダウンインジケーター誤りありますが今訂正入りましてセカンドダウンとなっています。ボールオン自陣45ヤードから翔英セカンドアウト。翔英中央へのランプレーでこの状況を打開しようとしましたが、キャリア33番ディフェンスの集まりによって突破できませんでした。ゲイン1ヤードにとどまっています。翔英サーダウン3回目の攻撃に入ります。このサードライン、翔英サーダウンライン、ボールオンは自陣46ヤード、攻撃権更新残り距離は9ヤード。ここでロングパスを投じると見せかけて投げるスクリーンパス、ブロッカーをつけてランニングバックに走らせるプレーを展開しようとしました。しかしこれをランニングバック取ることができず、パス不成功となりましてフォースダウンに変わります。結果翔英フォースダウンライン、パントフォーメーションを選択します。
てパス不成功でした。パスを取ったかと思われましたが、このパスはわずかにキャッチできておらず、パス不成功でセカンドアウトがあります。9番キャッチアンドラン、タックル浴びながらセカンドエフォートでファーストダウンとしました。攻撃権更新。広島攻撃1回目に戻し、ボールオン自陣31ヤードからファーストダウンと。このパスは不成功。パス失敗でセカンドに変えます。
不成功。パス失敗でフロースダウンと変わります。これを見事行きまして広島ファースター攻撃権更新となっています。さあ広島相手陣20ヤード付近まで攻め込みまして、ファーストダウン10、ここでホイッスル。レフリータイムアウト、ウォータータイムアウトです。ここでウォーターブレイクに入ります。ターゲットを見つからずパスを投げ捨てました。パス失敗でセカンドダウンに変わります。広島相手陣21ヤードからセカンドダウンテ。試合時間残り4分52秒。ここで広島オプションプレーを選択します。ピッチ受けましたランニングバック33番左オープンを展開しようとしまして約4ヤードのゲイン。サードダウンに変わります。広島キャリア33番は河野、吉備国際大学出身。広島サーダウン6、ボールオン相手陣17ヤード。再びオプションプレー、そしてこれは正面ナイスプレー。広島オプションプレーを今度は右に展開し突破しようとしましたが、これを正面がアジャストしゲイン1ヤードに留めています。フォースダウンと変わります。ここでホイッスル。チームタイムアウト、広島ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。ダウンを確認します。
現時点での広島のボールの位置は相手陣18ヤードの地点です。状況はフォースダウンセブンの状況となっています。ここで広島後半1回目のタイムアウト、どのような選択となるでしょうか。さあタイムアウト解けます。広島フォースダウンセブン、ボールオン相手陣18ヤード、フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングスは35ヤード。時計は回り続けます。レフェリータイムアウト。ここでレフェリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウトに入っています。説明を続けます。ボールを持った選手が中で倒れた場合は時計は回り続けます。逆にパス前パス失敗、ないしはボールを持った選手が外へ出た場合は時計が一旦止まります。このルールを駆使してリードしているチームはできる限り時間を消費した方が有利となります。対して不利な方はできる限り時間を使わずに攻めることが求められます。残り時間3分25秒となっています。この状況を果たしてどちらに、このルールを果たしてどのように有効利用するかが重要な要素になってくることをご注目ください。現時点では昌栄14点、広島13点、昌栄1点リードで展開しています。アメリカンフットボールは1点でも多い方が勝利となります。試合再開となり時計回ります。昌栄セカンドダウン8、ボールオン自陣31ヤード。さあ昌栄ここで中央ダウンプレー、中で倒れたので時計は回り続けます。原因は約2ヤード。昌栄ここで時間と距離両方を奪う選択として中央へのランプレーを続けております。ここで負傷者発生によるレフェリータイムアウトが取られています。
ました。ここでレフィリータイムを届けまして、時計で回ります。翔英、サーダン6。ボールオン自陣33ヤード。更新を図りました翔英、しかしこのパスは弾かれパス不成功でした。パス失敗ですので、ここで一旦時計は止まりまして、試合時間残り2分22秒で第4フォースダウンに変わります。パスプレーは効果的に距離を稼ぐことができる選択ですが、進まなかった場合にその距離は前進できず、しかも時計が止まります。リードしているチームはこのパスプレーの使い方も非常に難しい判断となります。翔英フォースダウン6、パントフォーメーションを選択します。広島リターンに入りました。リターンは10番展開しようとします。広島陣30ヤードを超えたところでボールデッド。この位置からの広島の攻撃と変わります。攻守切り替えによって時計止まりまして、試合時間残り 2分5秒。広島この2分5秒に逆転をかけての攻撃に入ります。広島は自陣32ヤードからファーストダウン点。その得点差1点、試合時間残り2分5秒、タイムアウトは残り2回。パスは成功です。しかし中で倒れていますので、時計回り続けます。パスプレーも取った段階からはランプレーと同じ扱いになります。したがってキャッチしてそこで倒れた段階でプレー終了。時計は回り続け、セカンドは残り1ヤード。試合時間まもなく1分30秒を切ります。翔英43番インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。広島はここでパスプレーにより打開を図りましたが、この隙を突かれて翔英のインターセプトを招きました。インターセプトしました翔英ブレザーズ43番は三上、近畿大学、そしてチームのキャプテンです。キャプテンがここ一番で素晴らしいビッグプレーを決めました。そして攻撃権は翔英に変わりまして、翔英相手陣49ヤードからファーストダウン点。試合時間残り1分24秒。しかし広島にはまだタイムアウトが2つ残っています。さあまずはランプレーを展開するキャリア246番がハンドオフ、左をフタックルを突こうとしましたが約1ヤードロス。ここでホイッスル、チームタイムアウト、広島ホーク。広島ここでタイムアウトを2回目を使います。時計が回るのをここで防ぎました。時計は試合時間残り1分15秒で止まります。広島後半2回目のタイムアウトを使いました。試合時間残り1分15秒。
ショーへセカンダウン11、ボールオンハーフへ。となりまして、昌栄ブレザーズ14点、広島ホークス13点で昌栄ブレザーズの勝利となりました。致命傷となりまして、この試合を落とすこととなりました。しかし見事な戦いでした。彼らを導いたのは、うどんだが心優しい旅館と、目的が立つに犯罪すら厭わぬと悪感という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため、一度は離れた仲間が戻り、脇を固め、並み居る凶暴たちに一度に倒していく。そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆる特装ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技で打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたい、
勇気を出してくるものかもしれません。あるいはあなたなのかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑めなかったこの物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、この配信は一旦終わらせていただきます。本日は配信トラブルがありまして、試合序盤においてこの配信は途絶えてしまいましたが、後日これは編集しましてアップさせていただきます。この配信は今シーズン X3 ウエスト13チーム全チームによる合同企画によって実現しております。画面上に映っております数々の方のお名前は、その企画にご賛同いただいた方々のお名前です。ご協力感謝いたします。この企画は現在も継続しております。この配信にあります概要欄にある URL、 申し込み URL をクリックしますと、これに参加することが可能になっておりますので、ぜひ皆さん、その意がありましたらよくぜひお願いいたします。皆様、長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。配信を受けたまわりましたのは道楽屋理事でした。それでは失礼いたします。家で。あ、分かった。